二人のダンサーに挟まれて、ベイビーボーイを歌うノールズ。ベイビーボーイは、アメリカ合衆国の歌手、ビヨンセのソロデビューアルバム、Dangerous ラブ』n Love から二作目のリカットシングル。ジャマイカの歌手ショーン・ポールによるレゲートースティングを採用した、この楽曲のジャンルは、R、R&B、レゲーに該当する。プロデューサーは、ビヨンセ自身とスコット・ストーチが行い、作曲作詞には、 彼女とストーチの他に、ロバート・オーラー、JZ、ショーン・ポールが携わった。2003年10月14日にシングルカットされると、多数の国のトップチャートを席巻し、アメリカのビルボードホット100では、自身最長の9週連続首位を記録、オーストラリアとの2カ国でプラチナを獲得するなど、大ヒットを収めた。批評家と音楽業界関係者の間でも高く、評価され、 コンサートのセットリストのメイン曲になっている。また、米国作曲家作詞家出版社協会から2005年のアスキャップポップミュージックアワードで最も演奏された曲の一つとして表彰された。2005年にアメリカのシンガーソングライターであるジェニファー・アーマーがビヨンセがアーマーのがったリトルビット・オブ・ラブ・フォー・ユーからサビ。 歌詞の一部を無断で使用したとして著作権侵害だと訴えたが、結果、ビヨンセの勝訴で終わった。ビヨンセは、カナダ人プロデューサーのスコット・ストーチと、自身のソロデビューアルバム、Dangerously in Love を制作するため、フロリダ州マヤミへ向かう。アメリカ人ソングライターのロバート・オラーと、当時、ビヨンセのボーイフレンドであった、ラッパー JZ の協力のもと、ノールズとストーチは、 ベイビーボーイを制作した。曲はほぼ仕上がったが、ビヨンセはジャマイカのダンスホールレゲエ歌手ショーン・ポールがボーカルに加わったなら、より完璧な曲になるのではないかと考え、ショーン・ポールに共演を誘いかけた。ショーン・ポールはこの誘いを承諾し、この曲の制作に参加するためにジャマイカから飛行機で来た。ショーン・ポールがトースティングパートで参加し、 2003年3月にアルバム制作の最終段階でベイビーボーイが完成した。ミドルテンポの R&B でモデラアートのグルーブで演奏される。キーは c マイナー、9 6拍の曲で R&B とダンスホールレゲートが融合した曲となっている。ストーチのインドや中東の音楽に関する知識がこの曲に東洋的な雰囲気を与えており、また、 フォックスニュースによると、ベイビーボーイは1995年に、ジャマイカの歌手アイニカモーゼがリリースした、ヒアカムズ・ザ・ホット・ステッパーが元になっているとしている。2002年にリリースされた、レイサン・ボニークライドの続編とも言える曲で、歌手は女性の幻想を詳細に描き出している。これは、アルバム全体に流れるテーマで、ビヨンセは、 自身の内面を表現したと考えられている。ショーン・ポールは彼女は自身の幻想を俺に向かって話したりイメージを表現してみたりして精神世界をあちこちふらふらしているんだ。そんな時俺はああ、よくわかるよみたいに答えるんだと話した。歌詞はトースティング、コーラス、バースという構成になっており、トースティングをショーン・ポールが担当し、コーラス、 バースはすべてノールズが歌っている。このパターンは二度繰り返され、その後コーラスとバースが、そして最後にトースティングとバースが、共和音となって終了する。ミュージックビデオの監督は、クレイジー・イン・ラブの監督も言った、イギリス人、ジェイク・ネバ・イ・エヌ・ジェイク・ナバ。撮影は2003年8月7日から8日まで、フロリダ州マイアミで行われた。この PV は、 日本式とイギリス式という複数の様式の部屋を持つ住居で撮影され、ノールズとショーン・ポールは別々に登場している。PV は玉座の上に座っているショーン・ポールのトースティングから始まり、ノールズが壁に持たれながら踊り出す。次のシーンでノールズがベッドに飛び乗る。ショーン・ポールは複数の女性と床に寝そべる。 ノールズは海岸を歩き、一人の男性と出会って、触り合ったり、おしゃべりしたりする。パーティーの場面に切り替わり、ノールズは、男性と踊る。床から、水が湧き上がり、ノールズが、ダンスフロアが海になると歌う。元々の楽曲には PV に合わせて、アラブの楽器が挿入される。この場面でノールズは、砂の上で激しく踊る。 オンライン出版社 EN、スラントマガジンのサルチインクエマには、この PV を、ベビーオイル、ログドフォローアップ、投票し、クレイジー・イン・ラブの PV を、ブティリカス・ビデオ投票した。この楽曲のミュージックビデオは、2003年8月25日、MTV の番組、トータルリクエスト・ライブで、初登場第10位を記録し、MTV のチャートで首位を獲得した。 この楽曲は41週間チャートインし、その間目、Myself and I もチャートインした。2003年、ビヨンセは、MTV ビデオミュージックアワーズで、この曲と、Crazy in Love の2曲を、メドレーで披露した。Baby Boy ーーを歌った際には、ショーン・ポールはその場におらず、彼の録音された音声が使用されたが、続く、Crazy in Love では、JZ と共演した。 同じ年に行われた MTV ヨーロッパミュージックアワードではショーン・ポール本人と共に共演した。ポップマターズのジェシカ・ホッチスは2003年の MTV ビマと比較した上で失望させる内容だと告評した。デスティニーズ・チャイルドの2005年解散ライブ EN デスティニー・フルフィールド,アンドラビン・イットより戦術の通りよくコンサートツアーでこの曲を 演奏曲目に加えている。2003年末に始められたデンジャラスリーインラブワールドツアーではオープニング曲で赤いゆったりとした椅子が置かれたアリーナの天井から吊られた状態で歌い2003年の m t v ビマやロンドンのウェンブリーアリーナでのコンサートも同じだった。なお、ウェンブリーアリーナでの様子は2004年4月27日にリリースされた。 ライブ DVD ライブアットウェインブリーにも収録された。ノールズはデスティニーズ・チャイルドの解散ツアーデスティニー・フルフィールドラビン・イットでもこの曲を披露し、デスティニーズ・チャイルドライブ・イン・アトランタライブ DVD でもこの曲を披露した。2007年にザ・ビヨンセ・エクスペリエンスワールドツアーが開催中、ノールズはこの曲をマーダー・シーロートというレゲエの曲と合わせて歌った。 このシーンは、ロサンゼルスのステープルズセンターで公開され、2007年9月2日には、この様子が収録されたザ・ビヨンセエクスペリエンスライブ DVD がリリースされた。2005年、米国作曲家作詞家出版社協会のポップミュージックアワーズは、ベイビーボーイと、メ、マイセルフアイ、ノーティーガールをこの年で、最も演奏された楽曲と称えた。2005年、 アメリカ合衆国のシンガーソングライタージェニファー・アーマーが自身の曲のフックであるガッタ・リトル・ビット・オブ・ラブ・フォー・ユー・をノールズが無断使用しており著作権侵害に当たるとして彼女を訴えた2003年アーマーがかつて所属していたレコード会社のマネージャーがノールズの所属するコロンビアレコードやショーン・ポールの所属するアトランティックレコードなどに 彼女のデモ曲を送っていた。連邦地方裁判所によると、専門家は二つの曲の間に、著作権侵害を認定する要件となっている、実質的類似性が認められるとした。問題のフックについて、この専門家は、破綻調にした二つの曲を、連続して交互に流せば、音楽的才能がない人でも、この二曲に著しい類似性を感じるだろう。 私はあえて言わせてもらうが、これらの曲を聴いた多くの人が混同するかもしれない。そして、もう一度言わせてもらうが、これらの目的で曲を転調しても、曲の基本的な質や個性を変動させることはなく、音楽制作技術に馴染みの薄い人でも比較しやすくなるとした。にもかかわらず、連邦地方裁判所の判事は、二つの曲に類似性は、感じられないとして、 裁判を企画した。控訴審において、第5巡回区連邦控訴裁判所は、連邦地方裁判所の採決を指示したが、ノールズが、アーマーのデモテープを受け取ったのは歌を、一旦書き終わってからだというノールズの主張を採用したからだった。しかしながら、控訴裁判所は、実質的類似性の有無については言及しなかった。ベイビーボーイは、 アメリカ合衆国でのシングルカット前に商業的成功を成し遂げた。ビルボード200にあったデンジャラスリーインラブ」がプラチナを獲得するきっかけを作った。ビルボードホット100で初登場が57位を記録した際クレイジーインラブはまだ首位にあった。この曲はアメリカ合衆国のエアプレイランキングを独占しホット100で首位を取った。 初登場から9週間首位にあった。これは、Crazy in Love よりも1週間、長く、B Day から2006年にシングルカットされた、Ireplaceable レレに破られるまでは、n o ル l s 史上最長首位獲得曲だった。また、ラジオでよく流されたため2006年末から2007年初頭に、かけて10週間も首位にあった。このシングルは、 ホット100に29週間もチャートインし、2006年6月6日、RIAA からプラチナ認定された。この楽曲は、ビルボードクロスオーバーや、トップ40トラックス、リズミックトップ40、トップ40メインストリーム、ホット100エアプレイ、ダンスラジオエアプレイ、ホットダンスミュージック、クラブプレイといった主要ラジオ曲チャートでも成功を収めた。 海外でもこの楽曲は成功し多くのナショナルチャートにてトップ10圏内に入った。イギリスのナショナルチャートでは初登場2位を記録し、そのチャートで初登場最高位を飾り、海外におけるこの楽曲のランクインの中で最も高かった。この楽曲はチャートには11週間とどまったが、ブラックアイドピーズの Where Is the Love が首位にあったため、 主位獲得はならなかった。オーストラリアでこの楽曲は最高3位を記録し、ニュージーランドでは2位を記録した。オーストラリアレコード産業協会から7万枚売ったということで、プラチナ認定された。ありがとうございます。